こんにちは。今回もですね、あやさちゃんがあの生活保護 YouTuber というタイトルで動画を出してるんですけども、これがね、紹介されたということで、あ、なるほど、そんな時が来たかと思ったんですよ。で、この動画を見てる方にね、ちょっとこうメッセージをお送りしたいのが、YouTube をやってる方でね、ネタがないって方いますけども、ネタがなくなったら人の紹介をするといいんですよ。人の紹介をするっていうネタができるじゃないですか。これしかもね、常にできるんですよ。だって毎日なんかの YouTube 見るでしょ。そしたらそれを紹介することをやると、取材する練習にもなるんですよ。これ取材ですからね。YouTube で発信するってことは、見てる人、視聴者さんが10人だろうが10万人だろうが、それはですね、ジャーナリストなんですよ。取材をしてレポートする、取材をしてレポートする、これは変わんないんですよ。で、取材のネタとレポートの仕方が良ければ、これは人気になるって話なんですよ。だからですね、自分の YouTube のネタがなかったら、人を紹介することによって自分の取材能力とか発信能力、レポーター能力っていうのを鍛えていくことができます。しかも動画どんどん増えるし、紹介された人は喜ぶじゃないですか。で、今回あやさちゃんも紹介されてますけども、紹介されるってことはですね、その紹介した人の読者さんを引っこ抜いてくることもできるんですよ。引っこ抜くって言ったらなんかいやらしいですけど、でも結局そういうことなんですよ。だから人を紹介する人とか、人を褒める人とかね、人を励ます人っていうのは結局人気になるんですよ。どう考えても人気になるんですよ。で、逆にですね、自分を叩いている人に対してもこれは効果があるんですよ。例えばコメント欄が荒れるって言いますけども、コメント欄に悪口が書かれちゃいましたって YouTube を作った人がいるとするじゃないですかね。したらその荒れたコメントに対して取材する人がいるとしたら、叩かれた人とかコメントが荒れたなっていう YouTuber さんも、あ、人に紹介されたってことで救われるんですよ。で、しかもコメントで叩いた人も、あれ、叩いてみたけどこの人誰かに紹介されるほど注目されてるんだってことで、今度は自分がね、こうちょっとこうへこむわけなんですよ、コメント書いた方が。まあそれでもね、いやらしい人はね、嫌なコメントずっと書き続けると思いますけども、でもどうでしょうか。そういう人でも、例えばね、生活保護に関して発信する人って、こう叩かれることが多いんですよ、結構このテーマっていうのは。でも叩かれるんだけども、あ、これこんな生活保護のテーマすごいよねっていう風に紹介されると、やっぱ励みになるんですよ。叩かれて励みになる、叩かれて励みになるということで、どん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 ね、パワーアップしていくんではないかなと思います。そういう風に人を励ます意味でも、誰かを紹介してあげるっていうのはとってもいいコンテンツだと思います。さあ、それで今回ね、あやさちゃんの生活保護のテーマなんですけども、やっぱりね、再生数とか上がってきてますよね。やっぱこれを繰り返すことなんですよ。今あやさちゃんってのはずっと YouTube やってましたけども、今は結構ブレイクしてる時なんじゃないですかね。テーマもいいし、しかもね、自分のことを正直に語っているんで、ものすごくスラ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 出るわけですよ。で、どんなアンチコメントにも屈しないってことは、自分は体験者、経験者であるっていう強みがあります。そしてアンチなコメントを書いてくる人って、単なる先入観と思い込みで書いてきてるんで、まあ、すごく脆弱なんですよね。この辺のバランスを使っていくっていうのが、あやさちゃんのね、ものすごく高名なところだなと思いますし、正直なところだと思います。これからもね、正直な視点でどん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 語っていただきたいと思います。叩かれることね、恐れずにね、こうやって私みたいに励ます人もいますし、速稼塾の塾生さんみんなあやさちゃんの味方ですからね、グッドですよ。